まずはひまわり8号の衛星画像を見ていきましょう。日本海側を中心に雲が多くなっており、また西日本方面からも雲が広がってきています。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。今日は冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雪や雨が降りやすい天気、特に北陸では雷あられ突風を伴って強く降る恐れがありますのでご注意ください。また西日本や東日本も前線の影響で西からどんどんと雲が厚みを増していきます。九州南部では雨が降り出してきますので雨具をお持ちください。また南西諸島も前線の影響で夕方以降雨が降りやすくなります。雷を伴って強く降る恐れがありますので注意が必要です。各地寒くなります。日差しが届くところも日が陰ってくるとさらに寒さ感じられますので万全の防寒が欠かせません。以上全国のお天気をお伝えしました。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。